私これしか食べないんで、これ絶対食べるんで、これを同じの食べます。これしか食べない。あ、これと、うん、これしか食べない。はい、こんにちは、なんすけです。ということで今日はですね、なんとサクラーズハウスに来てるわけで、まあ、なんとね、ほら見てください、さくらさんはここにもうねいるんですけど、皆さんさくらさんのねご飯って気になりませんか？僕はね非常に気になる、まあ、どのぐらいの満腹感なのか、味は本当に美味しいのかっていうね、僕のね舌で検証していきたい、かつどういうご飯を食べてるのか今日一日全部フルで真似していきたいと思います。満腹感とかもね含めていろいろ真似したいなって思うので、今回はねさくらさんのご飯をね全部取っていきたいと思います。ということで、はい、行きましょう。えのきしかない。えのきの味噌汁ですか、うん、今日はね、さくらさんにね自分のご飯プラスこれもちょっと作ってもらうということで、はい、作ります。よろしくお願いします。今日の朝は鮭、鮭ご飯&料理ですか。鮭と、はい、あ、じゃあ私は最近ハマって味噌汁を作ろうと思うんですけど、やばくないですかこの中身。いやね、わかる、こうなるよね、本当に。これ芋、あ、え、食べます。すごい、食べたい。おすすめないね、さくらさんさ、今だもんね。そう、うわ、食べましょう。じゃあこれ食べましょう。よっしゃと、だしを取っていきます。おー、だしから作るんですね。そう、まずだけだし取って、うん、味噌、すげえ、味噌と、あ、じゃあ卵入れますか。卵入れましょう。じゃあ、お味噌汁と鮭を作っていきます。お願いします。これが鮭と準備してくれてて、全く同じ食事を今に準備してくれました。いつもは違う、美味しそう、マジで。いただきます。いただきます。うまっ。うん、今日はここはお味噌汁、レギュラーメンバーやのに、これさくらさん作ってますよね、お味噌汁。うん、うわ、美味しそう。めっちゃ美味しそう、ね、くっつかないアルミホイルなんですよ。うん、あれで、これ何やってるんですか、フライパン。そう、フライパンにくっつかないアルミホイル引いて、うん、その上でやってるから汚れへんし、すごいうまい。いつもだって魚のグリルで焼いてません。ジューシーですね。一応ごちそうさまです。これはもう、ね、全部食べ終わってさくらさんも食べてます。もうちょっとで終わります。これはもう腹持ちいいですね。めっちゃ腹持ちいいです。これもうお昼まで何もなしですか基本は。え、そうなんだ、すごい。この後いつも学校なんで。ああ、そういうことっすね。12時とかまで食べれんくて。へ、みんなより朝ごはん2時間ぐらい早いから。はいはいはい。今日はもうこれで終わり。今日はこれで終わりか、うん、後でちょっとなんか食べようかな。おお、今日はお昼は外なんでね。よしよしよし、これ全部写しますんで、お願いします。行きましょう。どんなお食いって今ね、さくらさんのおすすめのサニーサイドっていうねパン屋さんがあって、大阪に。でそこにね、大阪来た時いつも連れてきてくれるんですよね。でそこに来たんですけど、スタッフさんと嫁助と、まあ、さくらさんとね僕で4人でね行動してるんですけど、スタッフさんの分のパンも買うけど、僕はねさくらさんと同じものしか食べれないと。だからさくらさん次第なんです。パンがね、美味しいパンがいくらあって、僕がねチョコが大好きでもね、さくらさんが選んだやつしか食べれないんです今日。はい、なんでそれを食べます。果たして何を選んできてくれるのかというね、今選んできてくれるのでちょっと楽しみに待ってます。なんかねベーグルっぽい、多分ベーグル選んでた気がする。はい、買ってきました。今日買ったやつの紹介しますか。はい、してください。じゃあまず僕ね、これにかかってますか、僕さくらさんと同じのしか食べれないっていう。なるほど、はい。本日一緒に食べるものは、はい、じゃじゃん。お、なんだこれは。ラムレーズンベーグルです。おお、ラムレーズンベーグル。私これしか食べないんで、これ絶対食べるんで、これを同じの食べます。これしか食べない。あ、これと、うん、これしか食べない。今日はこれしか食べません。だって一応朝ごはん食べたんで。本当？今日はこんなに買ったのに。動画用です、動画用。YouTuber やから、スタッフ用ですか。じゃあ、あとこれはあとはスタッフ用。これが一番美味しいって聞いたやつ。僕だってなしです、食べないで。なし、私食べないで、なし。しょうがないな。あ、飲み物はコーヒーです。これは、はい、かじてもいいんですけど、うん、どうやって食べるの。細かくやっていいですか。これちぎって、うん、食べる。ちぎって、すごい。あ、こんなにでももちもちなんだ。
てこうつける。なるほどね。まあそれが正しいかもしれない。おいしい。美味しいですよね。初めて食べました。うん、この前食べてなかったですか。食べてない。めっちゃ美味しい。でしょ。うん、え、この前減量でしたっけ。うん、全然顔ブクブクですよね。うん、ですよね。うまっ。ということでね、サウナをやってきたんですけど、この自然の中でサウナをやってきました。さくらさんの動画でね、サウナの動画が上がってると思います。ぜひね、僕も多分出てると思うのでチェックしてみてください。これから多分お昼なんですけど、前回パンでしょ、ちょっとしか食べてないし、サウナめちゃくちゃカロリー使うからね、お腹減りました、正直。さくらさんがこの後ね、何を食べるのかっていうのは僕のね、生命線なので、ちょっとお願いします。さくらさん、美味しいもの、そしてちょっと食べてください。量、僕もね、同じ量とね、同じメニューしか食べれないから、ちょっと楽しみます。僕の店の飼ってるから、そうですよね、はい、ちょっとお願いしますよ、なんか鹿とかあるみたいですけど、獅子肉と季節野菜の赤ワイン、あ、ナイスなくなったのか。ちなみにどれ食べたいですか。僕、うん、でもやっぱ鹿のハンバーグってうまそうですよね。さっき、あ、ジビエ、ジビエのここはなんかうまいらしいですね。確かに確かに。カレーにしよっかな。そうでしょ。お願いしますよ。でも桜さんに勝ってですよ、本当に。ハンバーグセットにしようかな。ハンバーグセット。うん。いやでもこれは桜さんの意思で決めてくださいね。メニューはこんな感じ。ジビエの特製ハンバーグ。いいね。これが桜さんのハンバーグ。そして僕も同じハンバーグ。おいしそう。おいしおいしおいし。ではお願いします。え？いただきます。いただきます。2食目です。はい。え？3食目です。あ、3食目です。さくらさん、これ毎日ハンバーグ食べるんですか？なわけ。いただきます。超おいしい。やば、めっちゃ野菜まみれ。あ、これ鹿のハンバーグですよね。ジビエって鹿とかイノシシとか丸めっていうことやと思う。うまい。そう、多分そう。食べました。まだまだ見たら分かるよ。野菜うまい。めっちゃ美味しい、これ。やっぱ結構見て、バルキー。チーズ乗ってます。うん、やばいですね。これやばい。これさくらさん、いいチョイスしてますわ。いいチョイスしてます。うん、結構もう影で言われた感ありましたけど、僕これが食べたいんです。合わせた感ありました。あー、意外とお腹いっぱいになりましたね。はい。さくらさんね、なんかね、やっぱりトレーニングってちゃんと食べてちゃんと動くんですね。うん。じゃないと筋肉が大きくならないからね。ということでね、まだまだちょっとね、密着していきます。ここでさくらさんが、そうだ、同じもん食べるかな。そう。おやつをね、食べ始めた。これ何ですか。しのもと。しのもと、私の大好きな芋。これを僕は食べれるという。はい。マジですか。どうぞ、ようちゃんやめて。いただきます。どうぞ。ようちゃんもこれいいのね。食べたいよね。ようちゃん、お芋あげすぎてお腹やばい。やばい。じゃあちょっといただきます。どうぞ。ということで、しのもとをね、さくらさん、おやつをいただ…しのもと、いただきます。え、甘っ。でしょ。人工的な甘さじゃなくて、芋本来の。なんか蜂蜜みたいな味する。そう、でも芋本来の甘さ。やば、こんな食べてるんですよね、中川さん、いつも。同じ食事。美味しい、マジで美味しい。うん、最後のご飯はなんとさくらさんと一緒に寿司に、居酒屋さんに行き寿司を食いました。まあ寿司屋みたいな、居酒屋みたいな、居酒屋のような寿司屋のような、そんなねお店に行ってイカを食べたんですけど、これはねチョロンっていう感じでね、なんか醤油がちょっと飛んじゃったみたいでね。はい。そして刺身の盛り合わせでね、もうなんかぶっとい刺身がね出てきましたね。これはもう地元の名物料理かというような、もうね指みたいな、親指みたいな刺身が出てきて、これもねまた美味しかったですね。さくらさんはね、ネギがねすごい好きみたいで、なんかネギだけはネギしか勝たんみたいな、なんかそんなことをね連発して、芽ネギみたいなね、そのそういう何寿司、そう寿司あ、寿司じゃないんだけど、寿司みたいな、なんかそれ なぜかね、芽ネギにはなんかこだわりがあるみたいで、うまいでしょみたいな
うまいよねみたいな顔をねして食ってましたね。はい、で最後はなんか味噌汁みたいな、そう、あの赤だし、赤だしっていうのかな、これあのねすごい濃い味噌汁が届いて、もうこれで締めるみたいな、これが締めかなって思ったら本当にそうこれで終わりみたいな、そんな感じでしたね。はい、炭水化物はすごいね調整しているかのようでした。はい、現場からは以上です。よしということで終了ですか。終了。あ、今何時やろ。8時前ですね。8時前、遅っ。これ遅い、遅い、めっちゃ遅い。普通だったらどんぐらいなんですか。5時半に夜ご飯終わる。早っ。5時半から食べ始めて6時とか6時半ぐらいに終わって、はいはい、でそっからジム行って、はい、今日タンパク足りてないかもなーときは、はい、プロテイン飲んだりするけど。じゃあ結構大まかなんですね。ぐちゃぐちゃで、あの、あんまり測ってないです。でもストレスなくていいですね。ないですね。でも今日は、うん、ほんまに偶然に偶然に偶然が重なって、うん、外食やったし、はいはいはい、お昼なんかすごいバルキーな、うん、確かにハンバーグ。でも結構リアルだから面白いと思いますよ、うん、あ、さくらさんってこれも許容してるけど、うん、でもその後にちゃんと調整するんだみたいな、うん、刺身だけじゃないですか、もう最後ほぼ、うんうん、確かに確かに、姫ネギ以外、姫ネギ、姫ネギ以外譲れんかった、譲れんかった、さすがだなと思いましたね。僕だったらめっちゃ食っちゃう普通にでも絶対足りないでしょ。いやまあでも確かにそれは代謝量も違うし、あのね昨日めっちゃ食ってんすよね実は、まね、そうですね、そう USJ で確かにそう、でも普段だったら多分足んないと思うけど、僕的にはちょうどいい調整だったかも、うん、パンだけは食べたかったほーということでまた次回、あー、びっくりした